何これ、ズーンじゃなくて、あそこにいる。おおお、開いた。あっちでいいんかな。何もないもんな。行きます。ささなんかすげえのまた出てきてんで。あはん、はい、3階、怖えな。めっちゃ光ってるな。おっと、びっくりした。急に開かないで。またあの変な、おい、ん、収容室を清掃し元通りにしました。え、ん、これ関係ないよね。なんか捨てられてってんで、全て廃棄して。なんか追ってる鳥。あ、そういうこと、鳥が実際にいて。何これ、ってこと、あれも鳥か。くちばしを上に向けてんのか、あれ。ちょっとようわからんけど何よこれ。ああもういっぱい。あ、鳥、あれ、ん、拾う。あ、またギフトミー。これで、あれ、扉増えてません。そうさ、増えた。あともう一頭馬はいそうよね。 D6744 calling Bird's Nest。 D6744 calling Bird's Nest。 ここ、ああちょっとずれる。うい、また来た。The experimental site has been fully prepared. The report may begin at any time. Excellent. If today's experiment goes smoothly, 魔女計画の支配権。Control over which plan. Go check again to be sure that everything is in place. There can be no omissions. At once, director. あ、こっちやってる？ジャック3世。あ、ショーン・ピアスや、また。ちょっと待って、こっちは？こっち。いけない。生まれた時よりも強力になっている。はい。対象コントロールしきれない。警告してるね。最適な育成期間を逃してしまった。うん、まあなんとなくこの流れ、ジャック3世が多分なんか失敗をする気がするけど。7年前の事故、ハイゼンベルク、フリーマン、クレア。あは、なんか事故があったんですね。
To have the chance to harness the abilities of SCP-239, no price is too great. Mm-hmm. Violet, you are playing with fire. Dr. Pierce, it's time. It's time. I suggest you go to the first floor. 1階の至近距離から実験を眺めているといいわ。至近距離。Violet, listen to me. Violet. バイオレットって言ってるね。何台？テスト計画。グラスの純水をワインにする。やばい。念能力でもそこまでできるやつおらんかったぞ。水見識でも水の味を変えるぐらいまでやったぞ。死後12時間以上の鳥を復活。記録者、かっこ助手。あそこのワインにする4、鳥を復活させる54っていうのは、秒ってことか。イチジクの木を作る。え、最後分子から生物作るっつってんで。あ、あ、あ。始まるなんか。デーメーテール実験。何が起こんの？鳥。呼び出して一緒に遊ぶ。カメラとかないんか？前みたいに。あ、見え。ごめん。もう鳥で出た。ああ。よくできたわね。この距離でしか見れへんのか。もうちょっと近くで。これね。あ、魔女計画のなんか。あ、ちょっと後で見るわ。ん？大きな木が必要ね。コマドリの家は木の上じゃないよ。言われた通りにせえ言うてるで。家は違う。あら、むちゃも絵本もなしよ。あの冷たくて何もない部屋に戻りたくないでしょ。冷たくて何もない部屋っていう扱いやん。あそこ木を出して見せて。おろろろ、慌てなくていい。これは正常な状態。これがあれか、イチジクの木で2分ぐらいかかるやつかい。ん、なんか白い丸い、なんか、あ、すごいできてる。あー、あらら、柱間や。柱間一族。あら、どうしたり、どうしたり、どうしたり。うわー、すごい。あ、あー、あー、暴走してます。突き破ってます。でも意外とこの部屋は安全です。あ、逃げようとしてる。ショーン、非常ドアを開けて。お、お、止まったで。さっきなんか魔女計画なるものどっかで、あ、これや。
長きにわたり世界各地で脅威度の高い収容対象が新たに出現し続けてきた。財団はそれらを収容するスペースの拡大に全力で努めてきたが、残念ながら従来の空間構想では日ごとに増えるオブジェクト、高まる脅威レベルの対処できないことが分かった。で、SCP-239 の現実変容能力を、通称魔女計画を実施。これをどうすんの。作戦は成功したが犠牲は大きく、隊員15名が死亡、2名の生存者は重傷を負った。内部推薦者、ショーン・ピアス、オルセンバーグ・F・マスク、ジャク3世トゥートゥー、レイモンド・ハム。それを今見せられてたんか。あ、なんでこんなところに。動かないよね。あ、ドアが開かない。はい、あ、なんかもうあれがちょっと不気味に見えんのよ。動かへんよね、あいつ。あ、それはできない。開けられない。そうなの。俺が無理です。あ、クレイジーション。どうしましょう。どうしましょう。ああ、あら、魔女計画あなたに任せる。どうすんの。計画も設備も入れ替えて必ず計画を成功させみせるさ。あ、別にあなたが降りる降りないとか関係なく、その中で行ってしまってくれれば俺が責任者だみたいな感じ。ああ、あ、吹っ飛んだ。どうやって開いた。何これ。あ、傘的な。は、これであと一個。カッパ、メリーゴーランド的な感じなんか。はい。うわぁ。So this is the witch plan, huh? Are we anything more than tools to you? うわぁ。It's not about that. This すごい。Either you fix this, or we're all screwed. That's what I'm doing. Then move your ass and do it already. Yeah, suck my nuts. Quitting the foundation was a bad thing. お前らのところを辞めてやったのは人生で最高の決断だったよ。なんか、怒ってます。とりあえずなんか実験が良くない方向に。あー、すごいね。パラ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 、邪魔。なになに。はい、あ、出た。んー、黄色は黄色でこうやってくっつけるって感じかな、多分。で、赤は赤で、こうやな。はい、ショーン・ピアス。また責任者になったんかな。お偉いさん。メガネかけてる。Directed how to cannot be repeated. We must learn from our mistakes.
メガネかけてない。うん、かけてる。分からない。んお、あ、なんか取れるわ。みんなどっか行った。計画再始動への議決。あら、議決権行使賛成。全員のあれが見れる感じ。あ、賛成。賛成。もう3人 OK だよ。あ、全員賛成。すごいじゃない。やったじゃない、ショーン。なんか言うとったけどさ、何言うとったかあんま聞いてなかったわ。高電圧パルス刺激、聴覚ガイダンス介入、自由意志の抑制。以前の ARB 計画の実験記録によれば、特定の単語刺激で SCP-239 の現実変容能力とパルス電圧が比例関係をなすことが証明された。で、ショーンの職権回復証明書、よかったね。これは、あー、ビオレやっぱ死んでる。弱酸性、頭蓋骨粉砕骨折、出血性ショック。へえ、えぐいっす。ああ、3003号室、ボロボロなったってことよな。で、再度またあいつが責任者としてやっていくっぽいけど、あ、あは、うさ耳つけてます。あ、すごいことなってるね。ちい、すごい能力。あ、みんな死んじゃえ。あ、あれ、何これ、ズーンじゃなくて、あ、あそこにいる少女がいた。12月25日第1回実験開始。え、まだなんかすんのこの状況で。実験続いてんのこれ。あら、これは60万ボルトになってるぞ。能力を使って目の前の車をひねり潰すんだ。まだやらしてるやん。わ、あ、俺がやんの。はっ、はっ、何これ。うわー、ただボタン長押ししてるだけやけど。ぐるぐる、うわー、その最後えぐいわ。いや、まだ、うわー、コンパクト。合格。何を指してんの。上司から依頼された仕事をこれ何なの。床の瓦礫どうたらしてたな。 WASD 物体の移動制御、これで集めろってか全部。あ、
塊魂みたいになってる。コロ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 全部、おちょい。あら失敗、合格かい。次は新しいテスト。うん、うわあ、また80万。このゴミの山からトラックを組み立てるんだ。運転できるトラック。何これ、ここ、あ、はい、ここちっちゃなっていく。うん、ここいや、それ無理じゃない。へい、いや、無理やろ。前にやったように早く作り出すんだ。怒ってる。いや、狭すぎるって。うっあ、やばい、強度上がっていく。設備が電流に耐えられません。責任者は私だ。95万ボルト。あ、怖い時は目を閉じて。イマジン、イマジン、イマジン。あ、あ、コマドリ、動物。ん、何が起こった。あ、弱酸性のような小細工をするな。ん、あら、やばい、100万いった。安全域地を突破しました。爆発する可能性があります。大丈夫か、暴走してんぞ。ピアスさん、ウィー、トラック出来上がってんじゃないの、あれ。マジ、えい、はい、無理。それは無理。まあでもそういうイベントよな、さすがにな。何や、な、なになに、ちょ、待て、なんか、クマちゃん、あれ、前、お、何におんねん。は、追いつかれーのー。いや、お前もか。ど、助けて。ちょ、こっち。わからんけど。あー。いや、死んでんのかい。画面白になったから、ギリ間に合ったんか思ったんやけ。急に、何パートよ。これでも、あ、見つからなければ、ステルス。動物？今です。やだ、バレてない、バカめ。は、迫らって、ぐるっと回って、こっち当てる。なんかまた出てきたけど、さよなら。アイテムでいいんだよね、拾う。ただいま。これで揃った。で
よくやった。あ、コントロールを取り戻した。シナプスキルドータル言うてるけど。あの子は心の迷路に迷い込んだままだ。それは重要じゃない。あら、ここで終了する。持ってないぞ。同情はほどほどに。3 minutes。 マジで？あ、3分後に接続を切る。せいぜいうまくやってくれ。は、はい。お、パンチ、まさかの。うい。破壊。どこ？前のエレベーターとはちょっとちゃうな。わあ。サイコブレイクみたいな世界観。あ、ラーテルチームが数値異常エリアに入った。え、あ、ラーテルチームってあのいたね、写真で戦闘員みたいな感じで。何が勝ちって言ってんねこれ。ん、あ、おお、第二分娩室。ちょっとあっちの人みたいな。近づくとやられた後になってんやね。次また誰か吹っ飛ぶぞ多分。はっ、あ、出た。んー、こう。わかんのか。ってことは、こう、ん？こう。いや、一緒やな。違う。こう、なんて？こう。こうすると、こう、はい、よし、もう3分経ったんちゃう？大丈夫？病院っぽいけど。産婦人科受付表。29歳、ユタ州。入院日98年。ん？どうして機械の針が動いている？腕時計止まった。生まれた時からなんかそういう能力というかなんかあったってことか、あの子は。あ、こっちか。出た。カンカンカン、あー、カン、違う。カン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 、あ、違う。んー、リセット。ここ埋めとかなあかん？で？いや、違うわ。こう埋めとかなあかん。あ、で、でん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 、はい。なんざんだ。うわ、ちょっと叫ばないで。分娩ダッシュ、何今の。あー言ってたけど。うっと、びっくりした。
そう来るとは思わなかったわ。もう。ああ。なんかアイテムがありそうでないよね。出た。青も出てきてるやんけ、今回。こうこうこう、こう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 、こうこうこう。盾。はい、天才。はい、一発。ふっ飛びあ、あれ大変やな。もうちょっと短いリアクション作った方がいいんじゃない？SCP-239 呼ぶの大変。あれ SCP-339 って、うん、おいおい、生まれるべきじゃなかったとかそんな言い方どういうこと？最後 SCP-239 が産んでた？何が？メリークリスマス流れてる。 We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. あら、ずっと一緒に過ごすんだ。あ、ドラゴン。あれ？ドラゴンいたで今。I will not be punished. I can sing as much as I like. なんやろこの気持ち。I hope so much to live here forever. あ、My home, Siguros. これが私のシグロスの家よ。何この気持ちは。なんか。なんか変な気持ちにさせられてるな。彼女は戻れない。自分の潜在意識を閉ざすことを選んだ。なんじゃこら。It'll require some brainstorming. Not my concern. I'll arrange for someone to take you back. お前が戻れるよう手配している。次の任務で会おう。Not in this lifetime.デンジャーが動いてた。彼女は近くにいる？全部既読になった。ミッションシステム。戻る。これが上司が与えてきた仕事ってことよね。
見た目は8歳の少女。身長1メートル、体重20キロ。そんなちっちゃかったんや。2000何年以降、対象は追って通知があるまで医療的集団で誘発した昏睡状態に置くことになりました。この決定は、分けされてるここ、何々によりなされました。はぁ。へぇ。面白。送信、こういういろんなストーリーが見れるゲームってことでいいよね。送信。ああ。じゃあこれでまた次の何かがあるとは思いますので、またこの続きは次回プレイしていきたいと思います。どこまで続くんでしょう。そして新人のカール・アスタナはどうなっていくんでしょうか。それではまた。よろしくどうぞ。